パリ五輪の新競技ブレイキン女子で3試合すべて0.2終わり、批判を浴びたオーストラリア代表のレイチェルガン。ダンサーネーム、レイガン、ラ自身のインスタグラムを15日に更新し、胸中を明かしている。画像、これをルーブル美術館に飾れ、国評されたブレイキン女子が喝采を浴びた実際の場面。レイガンは9日に行われた1次リーグ B 組に出場。 日本では緑と木のウェアが黒猫ヤマトの配送員に似ていることでも話題になった。ただ3試合いずれも0対2で敗戦。パフォーマンスに対しては SNS 上のファンからも疑問の声が上がっていた。15日インスタグラムでメッセージ動画を投稿したレイガンはサポートしてくれた周囲への感謝などを述べた上で、今回の騒動に言及した。こんなに多くの兵と、憎悪。 への扉を開くことになるとは思わなかった。正直、かなり破滅的だったわ、と昇進したことをとろ。でも私はそこ、五輪の舞台、に行って、楽しんだ。本当に真剣に捉えていたのよ。五輪に向けて準備してきて、私の全てを出した。本当に、と大会にかける思いも明かし主張や誤った情報が飛び交っていることについてだけど、 IOC など声明を参照してほしいと付け加えた。こう述べた後で、ちょっと面白いこと、実はブレイキンで0点だったの、わら、というモラスにとろ。ジャッジが相手選手と比べてどうポイントをつけたのか知りたかったら五輪公式サイトに載っているわ。すべての結果はそこで見られるのと伝えた。そして、最後に、お願いだから、私の家族や、友人、オーストラリアのブレイキンのコミュニティ。 そしてストリートダンスのコミュニティを苦しめるのはやめて。この結果でみんなが多くのことを経験した。だからプライバシーは尊重してほしいと過度な抽象をやめるように訴えた。今大会はレイガンにかかわらずアスリートに対する SNS 上の誹謗中傷が問題視されている。